第1回チキチキ靴飛ばし大会。罰ゲームなんでしょ。罰ゲームは靴を取り入れて、うん、あそこで足切れた今の時点で。じゃあこの順番でいく。いいよ、うん、うわ靴重そう。俺の靴もね、いい感じ。電池つけてから今、靴をもう泥をつけると。泥をつけて。ほんとや、いっぱいついた。じゃあ、児玉さんトップバッターお願いします。一番飛ばやった人は全部の靴回収やけどね。じゃあ、まず児玉さんから。第一の子ー、第一の子ポジションはしっかりです。赤帽子。あんまりこぎすぎても飛ばんもんね。そうですね、上に行っちゃダメなんですよね。難しい。下に当たらないように漕ぐのが、漕ぐときに靴が落ちてもいかんけんね。行くぞー。あー、ダメだ。あ、足が下ダメね。伸ばせんね。これさ、うん、一回掘る掘る、うん。あー、行った。あんま飛んでるな。うわー、北海道ハットによ。失格失格。北海道失格。これ失格なんだ。滑り棒につけとったのがバレた。児玉さんの記録、あそこ。あ、マジ濃い。なんか落ちにあったっす、しかも。これはだいぶ難しいっすよ。はいはい、入ってくる。いくよ。こんくらいでいっちゃう。あれ、着地してないから。失格やろ、失格できないじゃないですか。おい、失格。なんで。でもね、でもだいぶ飛んだと思うよ。優勝後ね、一歩目広がったよね。いや、先に小入れから脱がよ。さあ、いやいや、3番目、木村くん。あんま小入れじゃ飛ばんもん。そっから抜く。おい、ちなみにちっちゃい頃一番飛ばしよったけど。当たる？当たるね。当たるね。それ、だから蹴り出せる。なるほど。内側からこう。途中でポトって内側から足が曲がる。はい、いつ抜こう。いや、なだ抜けなかった。いつ抜こう。よし、ここだ。あー、危ねえ。落とした。危ない、危ない。あー、おお。あー、この木の先に行ったね。一緒ぐらい、一緒ぐらいぐらいかな。でもあそこの木のところやね。木なかったらやたらとない。どんな。これ、分かった。ハイカット振りや。うん。でも左なんだ。左。あ、左利きなんだ。さあ、4番目。石井さん。こぐのも難しい。うん。こせばいいと思えば、楽。軽くやって、児玉さんこせば。ほら、ああ、マイナスマイナス。こんなことある。石井さん拾ってきて。これだいぶ不利だ。だいぶ不利ですよ、これ。マジで綺麗すぎる。じゃあちょっとかわいそうだけど、俺の靴を飛ばしてやってもいい。これダメでしょ。僕はじゃあいいですか。さあ、再挑戦、石井さん。あら、わからん。どっち、判定。金さんや、金さん。ちょっと、これわからん。あんま変わらない。ヒロテル行ってみようか、ヒロテル。金さんやね。さあ、5番目、ヒロテルさん。足が。うん。内股やめた。それは言い訳でき。それはもう言い訳でき。マジっすか。まあ記録はそこということで、マジで記録はそこやけど、もう一回してよか。次飛んだ後の半分の距離が正式記録。一回落としたけ。めっちゃ飛ばしたらいい。めちゃくちゃ飛ばしてる。本気でいきます。本気で。上に行った。あれの半分。マジで。みんな目指しとっとこの違うもん。海ダメだな。斜めにこぎよんね。おお。
おー超えたあそこ K 点超え点あんまり小顔ってほんと足蹴りだけで、うん、もう一回手間から開いてね畑くん無理せんでかよもうこれで良さそうだもうそんくらいでいいと思うよ下に蹴り出すよいしょおー行ってきますお願いします。でも平照くんちゃんと靴あるんだ。ケンケンで行くかと思った。靴下もいいわですね。誰が1位？1位と2位と3位教えて。一緒ぐらいっぽいね。ええ木村くん。2位は？3位は？おやった。互角。互角。はい。ね、いやいや、おいの気なかったら、まーっといってもちょっと左側にそうね多分蹴れば本気でやってよかったやつですか俺も思ったえ、マジであ、じゃあ俺も本気でやろう第2回早速もう恋バー履こうかなあー、ありがとうシューズアイランドありがとう1位からいいよ飛ばす感じからいっていいよ G、はいいや、来い楽しかうわ上に飛んだ上に飛んだ上に飛ぶ、ね、でも飛ぶやろあー、叩き落とされたパーの変化ナイスいいかけんこっからでいっちゃうおお、また低空飛行で あー、また叩き落とされたおお、うまい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 おあ一緒ぐらいだあやっぱあっち側に飛んでしまうねはい。もう全然わからん。なんか普通に今度。おお一発で。でも一発ああ方向は良かったけどね。行った方が飛ぶじゃない。そうねこっからやった方が飛ぶねこれ。そうってことはやっぱ小顔でいい。おいった。おお超えていくね。これ徳ちゃんが1位やろうね。あっちに行く小玉さんはあっちに行くタイプねどうすんって言うか靴の半であってあれドバス第3回行っとくじゃあ靴入れ替えせんか上でも小玉さんの飛ばせる気がする一回やっていいですかやっていいですよ苦手だなあー危ねえ危ねえ今のボークボークはーいあーダメだまだボスうわーどこへ出てたスランプ入ったスランプ入ったねこれイプスかイプスあーどこへ出てたあよーあよー失格じゃない失格時間切れの失格じゃないまあ、もう普通にこれで勝てるあんなに引っ張ってやだいぶ引っ張ったよちょっと親小玉さんが靴のせいにしよったけ、はい、小玉シューズで、はい、おお飛んだ靴の重さ重さもあるなあれや靴のせいじゃなかったっすねあの辺まで行ったよめっちゃ飛んだもういいわけでよそしておいの靴ちっちゃいじゃんちっちゃいわけうわぁあでもあそこだ鳴らず鳴らずま、靴のせいじゃないってことあれでも、でもあそこダメだうんヘタピ石井さんがここでずっと靴がどうそれで行くいや俺絶対あれでも飛ばせるいける、うん、いけおおでもあれが限界かな確かにあれ限界だ限界これか無限ですよ飛んだ方よしおおあーでも結構飛んだねめちゃ飛んだ伝説の男がそっかマイナス記録を持ってるけどね徳ちゃんの靴で挑戦
お裏裏ってでもあそこでやっぱね、上に飛んでしまうんじゃね、飛ばし方が分かってでも小玉さん、飛んだでしょ、はい、参りましたなんなら世界新ぐらい出たと思う一番いい靴やった一番いい靴、俺のより飛んだもん一番飛ぶ靴を使い切れてなかった俺の時はあんな長いやったよ塩ライやった小学生、塩ったよね、みんな塩ったよね、俺も上履きはね、塩ったよね、やりよったしたらね、上に飛びすぎてね、蛍光ごとに当たってバシャーンめっちゃ怒られた。俺なんかあの柔らかい石膏ボードみたいなやつで、うん、あそこに刺さった。あ、よう上穴開いた石膏ボード。はい、ありがとう。サンキュー。まあまあきついね。坂のこれ釣りと訪問をやりたいって言っちゃない。ゆるめし前にここだけ掘る？はい。あ、そうですね。漕ぎにくかった。下を掘って漕ぎやすくします。こりゃ飛ばせるよ。これマジ飛距離アップするよわ、結構高いぞ。 いいね。後ろ、あ、これでいけるかな。靴飛ばしに、うん、イメージトレーニングそれでは料理に作ります。はい、その料理は何でしょうか。コテッチャーハン。おお、それうまかったやつ。タンスのゲンさんもよろしくお願いします。お願いします。車椅子用のトイレ、これから作るけど、はい、タンスのゲンさんのスポンサーのおかげで作れるので、はいですね、みんなサイトを見てくださいね。はい、よろしくお願いします。高火力2000案件ね、チャーハンはここでやります。じゃあ、はい、で、あの、うちの倉庫の工事しようやん、うん、あの工事の時に余った木板もらってきた。これか、ちょっと待って、端材ね。で、これがあの、うん、木材、この間あの、あ、飛んでんか、そう、もう門作りね、うん、の時のこれ絶対燃えるやろうということ で、ね、山芋鉄板とコテッチャーハン、うん、なるほど。あの、釣り岡飯で、うん、チャーハンにコテッチャン混ぜたやつがえらい美味しかったっけ、うん、それを作ります。はい、で、まず声を高んでからね、うん、早めに帰ってきてって言ってしまったけ、うん、準備できとらんとまだ釣りできたやんって言われそう思いのほか盛り上がってしまったご飯炊いてから靴飛ばさんばやったでも楽しかったもん、楽しかった。靴飛ばしこれでご飯炊く、うん、それでご飯ばばって炊いて、うん、じゃあここで洗う。これさ、こう締めてからさ、そうね、ブルブル一発でいけるやん、すごいねできるかな、ひろてるさんに。楽勝の息子やけど。でもそのアイディアを俺が出したろ。うんうん、そうですね。洗いよっすね、洗いよやろうね、でも。うん、俺はみかん屋さんの息子。みかん山の息子や。みかんの方が羨ましい。そう。佐賀マンダリン育てよったけど。佐賀マンダリン。デコポンとかね。いきます。はい、米。濡れとくだ。一粒まで。水も追加でお願いします。ブームで大会開きます？靴飛ばし。靴飛ばし大会。インサガ。インサガや。インサガで。はい、お、山芋、山芋、はい、これを、うん、これに、うわ、ワイルド、ワイルド、どんぐらいずつ入れれば切れるかな。ひろてるさんどっかからあれをボールを出してもらっていいですかね。はい、いきます。はい、あ、なりゅうなりゅうなりゅう、うわ、きれい、あっという間ね明日の落ちてきてるのか。それそのためにやるやつ。そうです。知らんやん。そのための。見たかったな。もう終わりですか。いや、まだまだいっぱいあります。サッカーボール。え、足りるか。サッカーボール。うわ。サッカーボールかな。いや、拾わなくていいです。すみません。ボールとサッカーボールかけます。ああ、ね。あの、うわ、すごい。初めて聞いた。靴飛ばしやけですね。バスケットボールじゃいかんやろ。飛ばしやけ。もういいです。もういいです。耳真っ赤にして。サッカーボール。
野球ボールじゃダメだと。もう卵入れてよかですか。これあの全卵よかですか。全卵。わざと言ったのじゃん。ちょっと混ぜてみてよ。うし。やばかっこいい。あ、これ焦げよ焦げよ。マジ？大変大変。大変この動画はタンスの原産の協賛でお送りしました。はい、概要欄もチェックしてください。ホームページが貼ってあります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またね。